はい、どうも、大キャノンです。今日はですね、ちょっとグッズ紹介動画、久しぶりに、あげたいなと思います。今日はですね、ちょっと、2回ライブ配信を行うということで、オリックスの千葉ロッテマリーンズ戦と、そして、鬼滅の刃、刀鍛冶の里編の一緒に見よう配信ということで、今日ちょっとオリックスと鬼滅の合体仕様ということでですね、はい、見てください、こちらね。後ろはこんな感じで、はい、オリックスと鬼滅の刃のコラボのやつをやりましたし、私も、はい、これ T シャツ、オリックスと鬼滅のコラボの T シャツを今日は着て、やりたいなと思います。で、そんな今日なんですけれども、今日はですね、すごいグッズがまた届きました、私のもとに。そしてですね、ちょっと合同、オリックス鬼滅の動画ということでですね、テーマは、頼れる兄貴2人のグッズが届いたっていうテーマにしたいなと思います。オリックスはですね、山本由伸投手。はい。まあ、ご兄弟のちょっと情報はないんですけれども、ないのかな？ちょっとわかんないし。あんまり、まあ、ないんですけども、宮城投手、今日登板するですね。宮城大弥投手の兄貴ですね。オリックスの。まあ、そんなシーンもすごい、ありますので、そんな山本由伸投手。そして、煉獄杏寿郎兄貴のですね、グッズということで、二つご紹介したいなと思います。はい、まずオリックスからいきますね。はい、まあ、いろいろですね、まあ、たくさん買ったんで、その中の一つではあるんですけれども、まあ、届いたのが、まずですね、まあ、ちょっとじゃあ、これは、まあ、前座と言います。前座と言ったら、申し訳ないですけれども、はい、まずはこちらですね。あ、ブル君とベルちゃんのアクスタですね。こちら。はい、ブル君とベルちゃんのこの今年うさぎ年のアクスタということで、こちらがね、まあ、エマとかにも、載ってました。このブル君、ベルちゃんのアクスタ。台座もついてますね。そして、これ買いましたね。私の大好きな。福田周平選手の、ゴールデングラブ賞獲得アクスタ。こちらも購入させていただきました。そして、こちらができました。はい、これ2023年度のですね、オリックスのこの、はい、チャンピオンロゴマークのピンズセットですね。パ・リーグ、クライマックスシリーズ、日本一、すべてのロゴのピンズが商品でしたので、こちらの方も購入させていただきました。素晴らしいメモリアルグッズです。すごいね。こんな年あんの？もう、訪れるんだ。そしてです、じゃ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 ん。こちらがこの、チプチにも包まれた、これがまあ今日のメインなんですけれども、オリックスの兄貴山本由伸。山本由伸投手の、いつだ、プチプチを取って。プチプチを取るぞ。よっしゃ、プチプチ取れた。またさらにプチプチ。プチ、二重プチプチ。二重プチプチに守られた。このグッズはというと、じゃじゃーん。はい。山本由伸。名称が。はい、沢村賞受賞記念。メタルフォトです。めちゃくちゃかっこいい。やばいね、これ。去年のね、沢村賞のやつもあそこに飾ってあるんですけれども。
いや、さらになんかちょっとかっこいいね、これ。ん？これさ、あ、こう。すごいね、並べてみる。2022が、よいしょ、あれ、同時に、おぉ同時に並びました。うわ、すごい、あっち。すごいですね。はい。山本由伸兄貴の物、どうでしょう。はい。そして、ジャキン。さあ、ここからは、鬼滅の刃に行きましょう。煉獄杏寿郎兄貴の物。さあ、このね、ちょっと長さからしてちょっと想像つくかもしれませんが、じゃあ、よいしょ。いやー、なんだすごいね。お、なんか、お、紙でちゃんと守ってある。私なんかすごい、中にもまだ箱がある。うん、来た。ルルルあ、ルル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 はい。こちらはですね、このバンダイさんから出てた、煉獄さんの日輪刀が、なんかすごいね、これなんかもう、予約は秒でなくなって、もう結果買えなかったんですけど、なんか、ネット上で、あんま変わんない、定価と変わんない額で売ってて、思わず購入してしまいました。厳重ですね。おう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 おお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 ぉ！こっちも取ろう。残念ながら鞘はない。テープの管理が現状ですね。すげえテープがついてる。もうテープ。テープ多すぎ。切ろう全部。これ剥がしてたら時間が取れるな。物を出さないとね。動画として。あ？これもあれだな。あ、すごいね、これ。軽いな。軽い、めっちゃ軽いっす。
なんか電池入ってないのか。本当は鳴るらしいんですが、なんか、いけんのか。いや、電池がそもそもないのか。電池入ってないのか。そうそう。どうやって通るんだ。お、なんか電源オンがどこだ、どこだ。電源オンはどこだ。ん？あ、これ取れんのか。え、どうやって通る。なんか取れた。なんか怖いな、これ。取れんですよ、なんか。こっちが多分布団。あ、取れた。いけるかな。すげえ、なんか、これ電池取れたわけでしょ。ダメだ、電池はないみたい。電池はないっぽい。電池はないっぽい。電池をちょっと入れなきゃいけないんですね。にしても、煉獄さんの日にと、意外と軽いやつ。というわけで、煉獄さんの日にと手に入りました。で今日はね、だからあの、向こうもそうだ。こちら、ね、山本由伸兄貴と煉獄杏寿郎兄貴のグッズ手に入れましたのでご紹介しました。イエイ。というわけで、皆さん今日の生配信ぜひ来てください。オリックス勝ちましょう。そして刀鍛冶の里編楽しみましょう。さよなら。